とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、これ使っていこうと思います。先日出ました、続々スピアですね。二つ持ってます。二つとも、なかなかいい感じのやつだね。で、エンチャントが、これ、黄金にリフレッシュ。下が、クリティカル虚無重力。ですね。以前使ってた、ささやく槍と全く同じ構成になってます。まあ、見た目がかっこよくなったっていう感じだね。これに、キノコ、パワーシェイカー、パワーシェイカーでいくと、むちゃくちゃ強いんじゃないかなと思うんだよね。で、しかも、防具は、輝くローブのクールダウン4のポーションバリア。これで、全部のアーティファクトを、連打するのよね。連打するでしょ。で、攻撃すると、常に、パワーシェイカーを発動しながら攻撃ができるのよ。で、これものすごい攻撃範囲が広くって、敵をね、先の方に貼り付けにすることができるんだよね。その状態でパワーシェイカーでガシガシいけば、すっげー安全だし、ものすごい火力出るんじゃない？まあ、ちょっとこれね、試してみようと思います。もしかしたら、最強かもしれない。行ってみます。それでは、ラストステージ行きましょう。連打を入れてと。いけ。あー、遠距離系は戦いづらい。結構減るな。でも、そういう時のための、モーションバリア。うん。あと、戦い方ね。ちゃんと壁を使って戦っていくこの槍の基本戦術、それをしっかりやっていけばいけるでしょう。うんうん、オッケーオッケーオッケー。一応これテンポセットがついてるので、それでなんとか安全にいくっていう方法も取れるね。うん、でもまあ安全にはいかなくていいか。とりあえずゴリ押しでいきましょう。流れ込む魂で、回復もできてるので、大丈夫じゃない多分。あ、まあ、旗取り出したら、厳しくなるかもしれないけどね。危ねえ、危ねえ。いや、もう集団戦でのね、火力は抜群。パワーシェイカーで、どんどんこの爆発を誘発していくんで。やばい、あ、トゲやばくない？あ、トゲやばい、トゲやばい。ちょっと待って、トゲが来るとちょっとまずいぞ。うんうん、レイピアじゃないからダメージ結構取れるんよね、通常ダメージが。だからトゲはちょっとまずいね。トゲまずい。オッケー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 、いいよ。ああいう風に固まってるところは本当にね強い。一気に削れるんで、固まってるところは任せて。よし、まあ、とりあえず進んでいきますね。問題なさそう。中入りました。キャプテン全部倒していきます。クリーパーに変わるか。うん、防護が入っても全然ダメージは入るね。 OK。 やばいやばいやばい、やばい敵はいるやばい敵はいる。でも OK、 いけるでしょう。どこだキャプテン。どっかいる。お、2体いるぞ。あ、いた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 。ほら、うーん、いいダメージ。速度ね。で、え、まだキャプテンいるでしょ。どこだ、こっち。お、あっ、あ、いた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 。いい感じ、ほんと。よし、集団戦は任せろ。脅威、よし。おーおーおーおおお、倒せるね。いや、速度速すぎでしょ。どこ、ちょっと待て。やばいやばいやばい。キャプ、ん、どこだ。ああ、まあまあ、とにかく先に進むか。
どこだキャプテンは。あ、いたいたいた、またいい場所に。もう的だよ的、そこにいてくれると。で脅威が2ですね。いいね。いやいや、槍はやっぱこういう戦い方よ。壁の外から安全に戦うっていうね、こういうやり方っすよ。よし、多分キャプテンあと2体かいるでしょ。2体だったら全然倒していけると思います。いこうかな。うん、まあ変なのが来てくれなければいいけど。うわー、めちゃくちゃいる。さすがの脅威にはきつい。なんだ、プレイヤーダメージが 40% 減少した。これはきつい。うん、でもデイリーじゃないからね。デイリーじゃないから出るでしょう。 OK。 うん、クリーパーもこんな感じで倒していけてるならばまあ問題ないと思う。ま、ただこっちのね、耐久力だよね。耐久力がやっぱり防御神なので、これそこがちょっと厳しくなるかもね。これアイアン&アミュレットした方がいいのかな、キノコやめて。いやでも攻撃速度はやっぱり結構減るんで、パワーシェイカーでゴリ押しするっていうならばキノコのまんまでいいか。うん、まあまあとりあえずこれでボスまでなんとか行ってみましょう。いけるでしょう。よし、ボスの近くまで来ました。クリーパー一発で死ぬ。クリーパー一撃隊結構厳しいです。オッケーオッケー。でもまあまあまあなんとかいけるでしょ。こういう壁をねしっかり使って戦っていくとか、うん、基本的なことをやっていけばまあまあ大丈夫だと思う。でもボスがどうだろうな。エンターの心臓はこれ厳しいよね。絶対厳しいよね。どうやって倒すか。まあなんとかしてみましょう。うん、最近ねこいつにやられっぱなしなので今日はちょっと行こう。うん、ダメージ 40% 減少がちょっと気になるけどね。行ってみます。最初のこいつは、うん、パワーシェイカーガシガシやれば問題ないでしょ。いや、あ、そこまで危ねえ。うん、ガリガリ減らせれるわけじゃなさそう。でもまあ減らせるには減らせるんで、オッケーオッケー。ギャー、戦いにくい。よし、オッケー。ポーションバリアはまだ使えないか。いいです、いけ。おーい、レーザー注意ね、レーザー注意ね。よし、オッケー、いけるよ。今日は倒そう。今日は、いや、いつも相打ちなんだよ。倒せないっていうか。危ない、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 危ない。よしよしよし、落ち着いていけばいけるよ。ポーションバリアもね、まだ残ってるし。よし。倒せる。はい、いけたー。いけましたー。よかった。はい、ということで、今日はですね、あ、ちょっと待って、連打してる連打してる。これだね、続々スピアを使ってパワーシェイカー2つにキノコだね。無限パワーシェイカービルドやってみました。防具の装甲が紙なのでちょっと厳しいんだけどね。やっぱり輝くローブの、このエンチャント編成で263が欲しい。絶対強いんだよな。でも出ないんだろうな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。